ユザワ・アヤジンは、日本の元フィギュアスケート選手。北海道出身。元パートナーは、平井恵美、杉木奈々、仙台久子。2003年全日本フィギュアスケートジュニア選手権、優勝。2007年全日本フィギュアスケートジュニア選手権2位2008年西日本フィギュア選手権1位2008年、全日本フィギュアスケート選手権3位2009年ユニバーシアード冬季大会出場。 北海道出身。柏市立柏中学校、慶応義塾高等学校、慶応義塾大学、中央大学卒。10歳の時から新松戸 DLL アカデミーで、フィギュアスケートをはじめ、シングルアイスダンスに取り組んだ。2003年、仙台育子とカップルを組み初出場となった、全日本ジュニア選手権で優勝する。2007年、杉木奈々とカップルを組み、 全日本ジュニア選手権で2位となる。2008年、平井恵美とカップルを組み初出場となった全日本選手権で3位となる。翌年の2009年のユニバーシアード大会に選出される。引退後は東京都高田の馬場にあるシチズンプラザでインストラクターを務めていた後、2021年1月度スケートリンクの閉鎖に伴い、現在埼玉県上尾市にある。 埼玉アイスアリーナの専属インストラクターとしてシングルアイスダンスの指導に当たっている。ありがとうございます。